1902年にアメリカ合衆国ケープコット付近で起きたクジラの集団座礁。座礁クジラとは何らかの理由により、クジラ類が浅瀬や岩場などの海浜に乗り上げ、自力で泳いで脱出できない状態になること。クジラの集団自殺として知られる。日本の古い言葉ではよりクジラや流れクジラという。専門的にはイルカを含めて座礁芸類ともいい。 小型のクジラ類の場合は、座礁イルカとも呼称される。英語圏においては、ホエールストランディングやビーチットホエールという。また、英語圏での集団座礁を指すマスストランディングや生きた個体の座礁を指すライブストランディングも、専門家の間では使われている。その原因は長年謎とされたが、軍で使われるソナーが原因で、減圧症になるという有力な説も浮上している。 米国アラスカ州、ペリル海峡のバラノフ島に漂着した小雑踏クジラ。水産庁では、座礁クジラは生きた状態での海浜への打ち上げを言う。クジラの座礁は単独のこともあれば、群れが座礁することもある。過去最大級の座礁例は、1918年にニュージーランドのチャタム諸島において発生したもので、約1000頭の座礁が記録されている。 流れクジラとは何らかの原因で死んだクジラが、海浜に流れ着いたクジラのことであるが、単に座礁したクジラについても用いられる例があり、よりクジラとは生きたまま海浜に乗り上げたクジラを言うが、湾などの狭い海や、比較的に浅い海に迷い込んで、外目に出られない場合や、いつってしまいその場所から出ていかないクジラのことも言う。なお、種類によっても座礁の傾向は異なり、 集団座礁はハクジラに多く、ヒゲクジラにおいては、ほとんど見られないとされる。ハクジラの中でも、ゴンドウクジラの仲間は、群れとして行動する傾向があり、一度座礁し始めると、連鎖して集団座礁につながることがある。単独と複数の時はそれぞれ当てはまる事項に際があるが、ここでは合わせて列挙する。外的要因説、編集二千十九年一月三十日に、 英学術専門誌、英国王立協会企業に、軍のソナーによるストレスが原因で、減圧症になるとする研究論文が発表された。それによると、ソナーの周波数を浴びたクジラはストレスを受け、ソナーの発信源から遠ざかろうとして、潜水のパターンが乱れ、体内に窒素が蓄積してしまう現象が起きるという。中周波ソナーは、 潜水艦の探知を目的に1950年代に開発されたが60年代頃から周波数約5キロヘルツのソナーの発信を開始時期を同じくして特に地中海でクジラが大量に打ち上げられる現象が発生するようになったというクジラの大量座礁は1960から2004年の間に121件確認されうち少なくとも40件は 会場での軍の活動時間と場所が密接に関連していたことが明らかになった。打ち上げられたクジラは外見上は病気や怪我は見当たらなかったが体内では減圧症のように窒素が気泡となって血管内に蓄積され脳内出血を起こしていた。死体解剖の結果さらに他の内臓や脊髄中枢神経経への損傷も発生していた。餌を追っているうちに 誤って浅瀬に入ってしまった。シャチなどの外敵や種別の違う他のクジラ類のハラスメントから逃れるため誤って浅瀬に入ってしまった。地震の振動や台風などによる潮流の短期的な変化や船舶や潜水艦など海での人の起こす人工的な音や振動など本来はありえない事象に驚き混乱した結果誤って浅瀬に入ってしまった。 意図的にこうした混乱を生じさせて捕獲する、巨峰としているか追い込み量も存在する。内的要因説、編集エコロケーションが、岩場や浅瀬で乱反射や無反射することで、方向感覚を失うことによる、時効に何らかの障害が起こり、そのことによる、聴覚異常からの超音波探知の混乱や、磁石の異常などからの磁場探知の混乱、地形と磁場の関係から、 地場探知において地場の強弱を順に追って移動すると浅瀬にたどり着くことによる近年の文化人類学と考古学の研究から人類がアフリカから他の大陸に移り住んだ歴史においてその集団は海岸線に沿って徐々に移動したことが分かってきた海塚などの調査からも初期の人類は魚介類とその他の野生の植物の収穫によって成り立ちその 貝塚の多くから斬首として、芸類の骨が見つかっている。大型のクジラ類の積極的な捕鯨は、充実した道具や船舶などが発達してから行われたと考えられているので、小型のクジラ類を除いての食物斬首は、座礁クジラを利用したものと考えられている。現在でも、日本をはじめ、海洋性東南アジアの国々や北極圏のイヌイトは、座礁クジラの利用が、 伝統的にあり、活用している。代々にわたりザショウクジラを利用してきた、ニュージーランドの先住民である、マオリ族はザショウクジラの利用を政府により禁止され、捕鯨文化の伝承が間接的に制限されている。また近年では、芸肉を食さない地域でも、スコットランドのルイストの西側にあるブレガーという、村のジョン・バプティスト礼拝堂の入り口の門には、 付近で座礁した白長スクジラの顎の骨が飾られているように、世界各地で座礁クジラの骨をオブジェとして飾っている施設や地域がある。その他、座礁クジラは海洋生物学や古生物学、食物連鎖や海洋資源などにおいて調査研究がなされている。環境保護の立場から捕鯨を行わなくても、研究用の標本や食用の需要は、 座礁クジラから求められるという意見もある。座礁クジラの利用の歴史、編集捕鯨日本の捕鯨は、初期捕鯨時代の月取り式捕鯨、追い込み式捕鯨、受動的捕鯨の3つの方法と、戦国時代頃から確立された網取り式捕鯨、明治以降の放殺式捕鯨の3期で5つの方法に分類することができる。このうち受動的捕鯨は、座礁クジラの捕獲を主に示し、 追い込み式捕鯨は、海浜の近くに現れたクジラ類を追い立て、積極的に座礁させる捕鯨方法を言う。そして座礁を利用した追い込み式捕鯨、受動的捕鯨においては、日本各地で近年まで行われ、追い込み式捕鯨は、イルカ追い込み量として比較的小型の白ジラ類において、現在は和歌山県大地町で行われるに止まる。また自動的捕鯨についても、 食品衛生法に抵触する恐れがあり、原則好ましくないとされるが、一部地域では、監修として、積極的に恵みとして、食用利用する地域も残っている。漂着心、より神信仰日本において、よりクジラ、流れクジラと呼ばれた座長クジラ、漂着クジラは、エビスと呼ばれ、資源利用が盛んであり、より神信仰の起源とも言われている。 特に三浦半島や能登半島や佐渡島などに顕著に残っており伝承されている。座礁クジラの到来は七浦が潤うとも言われ、エビスが身を挺して住民に恵みをもたらしてくれたものという理解もされていた。もっとも地域によっては漂着神ではなく魚を寄せ大量をもたらす漁業神としてクジラを信仰したため座礁クジラを食べると不良になるという伝承も存在した。 クジラバカ、クジラズカクジラバカ、クジラズカとは、座礁クジラを捕獲したり、また裏や湾に迷い込んだクジラを追い込み漁で座礁させ、捕獲した記録が日本各地の海浜地区で残されており、その大量に賑わったことやそのことに大使館舎や追悼を様々な形で表し、祈願記念の石踏みを立てたもので、後世に伝承されている。2005年12月ニュージーランド。 南東北端フェアウェルスピットで起きた、ゴンドウクジラの集団座礁で、クジラの体温を保持して救助しようとする人々。詳細は、クジラの爆発を、参照クジラクジラと生態系を参照。座礁クジラを発見した場合、水産庁はその当該地方自治体や地域住民に、協力を仰いで海に返すことに努めるとしている。座礁と漂着個体数と大きさともに、 東京大学医学部出身の安倍工房と養老大岳氏がクジラの集団自殺として論考を執筆している。ありがとうございます。